Android でアイデアニュースのショートカットをやるやり方をしてみます。デフォルトで Android に入っているブラウザというこの地球儀型のマークをまず押して始めていただきます。これ以外ではできません。で、ここでアイデアニュースと入れてみます。アイデアニュースの画面に移りましたが、ここにタブというのが映ってるので、この一番上のタブを押します。そうすると、ここに新しいタブとブックマークというのが出るので、ブックマークを押してください。で、アイデアニュースを選択すると、ホームにショートカットを追加と出てきます。これを押します。これでショートカットができたはずなので、ホーム画面で確認します。これです。で、ここを押すとアイデアニュースが開きます。で、ブラウザを選んで開いてください。で、これでいつもの画面になっています。一番新しいのがこれ。はい、アプリで開いたのと同じように使うことができます。